米国の禁輸リストに入ってるのに、米軍での使用が推奨されるって、ちょっと何言ってるかわかんない。どうも、非いずる国 TV のお時間です。先日、米国にて禁輸リストの対象となってたはずの中国製ドローンが、その後驚きの展開となっていたことについて話してみたいと思います。まずは記事の内容からご覧くださいませ。アメリカ政府は、中国によるサイバー攻撃への懸念を強めており、2019年10月末には、アメリカ内務省が保有する800機以上の中国製ドローンを使用停止にするなどの措置を取っています。そんな中、ドローン最大手の中国企業 DJI 製のドローンについて調査したアメリカ国防総省ペンタゴンが、ドローンにセキュリティ上の問題は見られなかったと報告するレポートを作成していたことが判明しました。中国とアメリカの貿易摩擦が深刻化する中で、アメリカ商務省は様々な中国企業を規制対象のリストに追加しています。DJI も2020年12月に遺伝子収集やハイテク監視技術などを提供することによって、公益な人権侵害を可能にしたことを理由として、アメリカ商務省による禁輸リストに追加されました。そんな中、アメリカの政治専門誌であるザ・ヒルは、現地時間の2021年6月1日、ペンタゴンが5月6日付で作成した内部レポートを入手したと報じました。このレポートは、DJI が製造するドローン、マビックプロマットライス600プロについての調査結果を記したものだそうです。ザ・ヒルによると、レポートには、DJI 製のドローンは悪意のあるコードを有していないと記されており、アメリカの政府機関や軍隊による利用が推奨されると結論付けられているとのこと。なお、レポートの著者とされているアメリカ陸軍特殊作戦コマンド所属のアダム・プレーター氏は、ザ・ヒルのコメント要請に応じませんでした。以前から、DJI 製ドローンのセキュリティについては、様々な調査が行われてきましたが、アメリカ国土安全保障省が2019年に行った PDF ファイル調査やコンサルティング企業のブーズ・アレン・ハミルトンが、2020年6月に発表した調査でも、DJI 製ドローンにセキュリティ上の問題は見つかっていません。今回のレポートは、DJI 製ドローンのうち2つのモデルしか調査していないものの、従来の調査結果を裏付けるものであり、アメリカ政府のドローン利用を再開させる DJI の取り組みを後押しする可能性があります。DJI の広報担当者であるアダム・リスバールグ氏は、このアメリカ政府のレポートは、私たちやその他の独立したセキュリティ検証機関が何年も前から言ってきた、DJI のドローンは政府や企業の業務において安全であるということを最も強力に裏付けるものですと、ザ・ヒルに述べました。なお、ペンタゴンのレポートで、DJI 製ドローンの使用が推奨されても、依然として、アメリカ商務省による禁輸リストには DJI が登録されているため、アメリカの企業が DJI に技術を販売することはできません。また、2021年5月にアメリカ合衆国上院に提出された US イノベーション&コンペティションアクト、アメリカイノベーション及び競争法が可決されれば、2023年から5年間は、アメリカ政府が DJI 製のドローンを購入できなくなるとのことです。米国防総省が中国製ドローンの利用を推奨しているということですが、何も発見されなかったことで少し油断しているんですかね。以前から米軍は、DJI 製品に関連したサイバーセキュリティ上の脆弱性が指摘されるとして DJI のドローンの利用を禁止していたのに、ここに来て軍での使用が推奨されるとはおかしな話ですよね。またこの画像の通り、米陸軍航空理事会のルールを示した公文書では、 DJI はユーザーのフライトから位置情報、音声、視覚データすらも収集できると示唆しており、危険なことには間違いないんです。米国がこのようなリスクを冒してまで
中国製ドローンに固執する意味がわかりませんが、またしても何かしらハニトラでもやられちゃったんですかね。そして今回の調査結果を受け、DJI 側のコメントによると、我々や独立した調査機関が何年も前から主張していた事実が確認されたと述べているようですが、米国にはもう少し慎重になってほしいものです。というのも、あくまで国防総省が確認したのは2機種の DJI 製ドローンのみに過ぎず、新規に購入する分や他国で導入されているドローンに問題がないことは証明できていないんです。同じ企業のものでもバックドアが入っていたり、入っていなかったりするパターンも考えられますからね。今回の調査で安全と分かって中国製ドローンを認めたとしても、バックドアが含まれる他の機種が入り込んでしまっては元も子もありません。また調査の詳細が明らかになっていないので何とも言えませんが、安全性を確認するにはドローン本体だけでなくアプリについても精査する必要があるでしょうね。なぜならドローンで得た画像や動画、位置データを本体からではなくアプリを通じて中国に送っている可能性も考えられますからね。実際に DJI はドローンに関するアプリを多数リリースしており、ここから情報が抜き取られることだってあり得るかもしれません。今回のようにその都度の検査ではすり抜けてしまう可能性もありますし、全てを精査するには手間もコストもかかってしまうので、ここで潰しておいた方がいいと思うんですけどね。確かにドローンは物流やインフラ点検などで重宝されていますが、軍事などの重要業務はもちろん、それ以外でも第三者に乗っ取られればテロや犯罪に悪用されてしまうことが考えられます。現在米国のドローン市場では依然として DJI が 76.1% のシェアを誇っているため、早急な対策が必要でしょうね。それにしても DJI のドローン、一時買おうかなって思った時もありましたが、使うタイミングがあまりイメージできなかったんで買いませんでした。今思えば結果オーライってことですね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。今は問題なくてもそのうち問題のあるのが紛れ込んでくるんだよな。埋伏の毒といい、トロイの木馬系攻撃は実に中国らしいですね。ぶっちゃけ見つからないプログラムとか多分ないと思うとしか言えんのちゃう。まさに中米協調時代の幕開け、象徴的なニュース。まあ DJI 社のドローンの中身は 90% が日本製だと社長が言ってたしな。それなのに日本がこれを作れないってことは、残りの 10% がいかに怖か悲しいもんだね。今後の戦争はドローンによる自爆攻撃の応戦になる。つまり世界の勝者は中国。中国はドローンの技術力で世界一。バイダルうまいな。中国はこれまで散々他国の情報を盗んでコピー機作ってきたからな。今度は中国の技術が盗まれる番。ハニートラップか。米政府内部は中国人だらけだからな。以上、自爆ドローンがハッキングされて、まさしく自分に戻ってきた自爆って、シャレにもなりませんから。